今回はデリバリーの様子、アメリカ・ハワイのデリバリーの様子を撮影しました。 HPM って言ってビッグアイランド、ハワイ島の方では大きな会社です。オアフにもカポレイにあります。木材は大きなトラックで持ってきてくれるので、日本の狭い住宅街の道では考えれないと思います。フォークリフトをトラックの後ろに積んで下ろすのはこっちでは当たり前です。ごちゃごちゃですが、今回は 2x4 2x6 2x10 4x4、 そしてグルーラムとこっちでは言うんですが、 2x4 や 2x6 などをグルー、糊ですね、くっつけた修正の針、あとはまあすごく高くなったベニヤ板などをデリバリーしていただきました。あとはこの材料を使ってウッドデッキを作っていこうと思います。まず測量、高さや通りを決めて、セメントで基礎を作って、土台を引いて作っていきます。ドローンも久しぶりに飛ばしてみました。